おはようございます。列車の出発時間も迫っていますが、今日は2019年9月の12日、1年前ニューヨークから帰ってきて、今日で1年か、懐かしいですね。ここは JR 四国土山線高知駅です。高知県の都会、高知市の朝はなかなか忙しいようで、車も鈴なりです。ホームの上にも人が鈴なりになっていますよ。列車が出るまであと5分。みんな同じ列車に乗るのかな。乗る列車は8時20分発特急四万十号です。この四万十1号は結構混んでまして、自由席もまあ7割ぐらい乗ってるかな。私の隣にも人が座っています。今須崎駅、ここの近くに美味しいカツ屋さんがあってですね、500円で食べられるんですが、道の駅の中に入ってるんですけども、それ行こうかなと思ったんですが、昨日大量に予想外のカツを食べることができましたから、まあ行かないことにします。朝の時間帯、特急列車は通勤そして通学の足としても使われています。結構高校生たちも特急列車に乗ります。特急用の通学定期というものがあって、遠くの高校まで特急に乗って通う。そのため車内には制服を着ている人も数多いのです。まあもうこの駅のあたりまで来るとみんな降りてしまいましたけどね。今日の予定を簡単にご紹介します。今日はまずこの土山線、これで久保川まで行きます。そこから JR 四国ではない鉄道、土佐黒潮鉄道一瞬だけ通り、まあそこの分のお金もかかりませんが、 JR 四国淀線、これは四万十川を並走する鉄道です。それで愛媛県の宇和島、その南部宇和島からまた愛媛県の、まあ、中部といいますか、北部といいますか、伊予、松山にもう一度戻り、これにて四国一周は終了です。その後、まあ、ただ松山周辺に行くだけではないので、まあ、途中多分いろいろ寄り道はすると思いますが、大体こんな感じ。四国を今日抜けるかどうかはまだちょっと未定ですけれども、また明日までお楽しみいただけるかと思います。よろしくお願いいたします。久保川駅に着きました。今日はね、新幹線の形をした普通列車が走ってるっていうんで、それに乗りに来たつもりだったんですけど、残念ながら今日に限って何か事情があったんでしょうね、予定通りの運用にはならず、目当ての車両ではない違う普通の列車で来てしまいました。まあそんな日もあります。車内に乗り合わせていた鉄道マニアもほとんど落胆していたようでした。列車の中は鉄道マニアばっかりです。多分普段からローカル線でそういうのが好きな人は集まりがちだとは思うんですけど、特に大勢乗っていて、マニアが8割、地元の人が2割、そんな感じでした。この淀線から見える景色は四万十川です。線路の沿線からまあ大体見えるのは、これ以外にはそんな目立った景色はないのですが、特にこの四万十川の景色だけは美しく、日本最後の清流とか呼ばれていて、実際これを目当てにやってくる人が本当に多いのです。なんで日本最後の清流なのかはよくわからないらしいんですが、まあ、少なくともこんなに立派な川の割にはその途中に全くダムがないので、それがそのゆえんなのではないかとも言われています。もともとは別の名前の川だったそうですが、有名になってきたので川の正式名称を改めたそうです。でこれがその四万十川の名物、47個あるといいます。沈下橋と呼ばれるもの、随分頼りない橋ですが、これの上を自動車が通過するのを見られることもあります。今回はそういうシーンはありませんでしたが、あれの上ですれ違いをしてるってことはさすがになかったかな。でもね、結構こう危険なように見えますけれど、実際にあれから車が落っこちたりして、それで人が死ぬということも多いようです。川が増水をすると流木などが流れてきて橋が流されてしまう。そうするとまた立て直さなきゃいけないので、それだったらもう最初から川の欄干を、橋の欄干をなくして、流木が引っかかるとかそういうことはないようにして流れにくくしたり、安い簡素な作りにして流れてもまた同じように作り直しちゃえばいいやと、そういう考えで作られているものなんだそうです。さて途中にはハゲという駅があります。これは平家という名前、それをですね、平家の人が移り住んだので、文字をちょっと変えてハゲにしたようですけれど、みんなやっぱりこういう独特の名前ですから、髪の毛が寂しい人なんかもそれにカメラを向けていて、そしてこれを写真撮っていいのかな、どうなのかなと、みんななんかちょっとこう罰が悪そうにカメラを向けていたのが印象的でした。私はもちろんがっつりとカメラを回しています。その次の江川崎駅、ここではね、随分長い間停車したような気がするな。なんか30分ぐらい止まりましたけどね、ローカル線だとこういうことも多いようです。
愛媛県南部宇和島に到着。ここの名物はみかん、じゃこ天、そして南予の鯛めし。特に鯛めしは美味しくて、ぜひ食べるべきものですが、まあ、しかしこの間すべて松山で食べてしまいました。宇和島は食べ物が本当に美味しいですけれど、まあ、しかしそれ以外に、いつも何か素晴らしい名物があるかというとそんなにはないというのが正直なところ。ただね、時期を選べば面白いものはありますよ。年間5回だけ開催をされる闘牛牛の戦い、それから、毎年7月の終わり頃に開催される牛鬼祭り。私も牛鬼祭りは見たことがありますが、本当に面白かった。あれはこのために来る価値のあるものです。他、汽笛一声新橋の下りで始まる私のチャンネルでよく使うバックグラウンドミュージック、鉄道唱歌、その作詞を聞いた人もこの宇和島出身です。しかし実は全く見どころがないというわけでもないと思います。まあ、宇和島城とかね、すごい山の上にあってあんまり行き気にならないんですけど、暑いから。まあ、でも行ったら面白いんじゃないかな。まあ、ちょっと無責任なことしか言えませんが、私もまた宇和島の勉強を進めておく必要がありそうです。宇和島から特急宇和海号に乗車。次は愛媛県の大洲市に向かいます。ようやくこの動画のサムネイル、タイトルには即したシーンになったのかなと思いますが、まあ、これしょうがないことなんですけどね、日本一周動画ですから。次の伊予大洲、そこからは自動車で移動して大洲市の長浜沖に浮かんでおります青島、そこに向かいたいと考えております。まあ、ちょっとね、そこまでの道中結構いろいろと困難があるんですよね。この列車で行くと、ギリギリ最終の船にね、鉄道だけで行くと6分間に合わないんですよ。でそうすると結局、24時間、何もすることがない状態になっちゃう。まあ、ちょっとね、時刻表の関係でそうなるんですけども、24時間たった6分のせいで24時間のロス、これは痛い、うーんと思いましてですね、まあ、結局、タクシーを使うことにしました。今日の予算はまだ1万3000円ほど、予算というか今までの分の余剰がありますので、最悪5000円ぐらいかかっても大丈夫なはずです。あまりここでどさっと使いたくはないのですが、しかしこれから先訪れる場所は、まあ、それほどお金を使う魅力はあるはずの場所であり、また再生数の増加によってある程度予算も取り返すことができることを見込んでおります。なお到着しましたこの列車、ロールパンナとアンパンマンが書いてあります。ロールパンマン号、ロールパンナ号アンパンマン列車ですが、これはね、本当は高知県のところで紹介できるとよかったんですけどね、JR 四国では、高知県出身の、作家さんというか、まん、なんていうの、絵本作家さんかな、柳瀬隆さん、その協力あってアンパンマン列車を運行しています。しかもこの列車が結構小さい子からは人気だと聞きます。実際私のね、知り合いでも、あの、小さい子が生まれたんでアンパンマン列車一緒に乗りに行ったんですよなんて話聞いたんですが、あの、その子はすごい興味津々だったらしいですね。これを写真に撮影することによって著作権的な絡みがどうなのかわかんないんですけど、まあ、JR 四国がこういうものを運行しているのだということを、まあ、このように打つぐらいは問題はないはずです。別にアンパンマン使って視聴者呼び込もうとかそういうことやってませんからね。これあれだ、電車ごっこやってるんだみんなで。松山周辺よりもみかん畑が多くて、この辺りは全部みかんの採れるところ。崖に沿ってずらっと並んでいるのを見ていただければわかります。この辺りではまた瀬戸内海を上から見下ろすこともできます。ただなかなかね、綺麗に見えるところは少ないんですけれど、実は本州と九州の間、その海峡も一応瀬戸内海に入ることになっています。だから和歌山県側から大分県側までぐるりと四国を取り囲むように存在してるんですね。今停車したこの駅は主要な駅、八幡浜。お客さんも随分増えました。宇和島から乗ったお客さんよりこっちの方が多いんじゃないかな。別府連絡って書いてありますけどね、ここからフェリーに乗ることによって大分県の別府市まで行くこともできます。夜の運行もあって非常に便利。では列車もまもなく伊予大洲駅に着きます。本当はね、伊予大洲駅からの接続列車27分待つのが、その時間があと10分待ち時間が短ければと思うんですが、仕方ありません。タクシーで5000円ぐらいで行けるといいんだけどな。それ以上を超えるとこの先の生活がきつくなります。視聴者の皆さんもどうかその猫の動画を再生していただけるようにと強く願っています。向こうに見えるのは大洲城で、よく土日などにはこの河原で鉄砲の打ち合いの、まあ、模擬ショーが行われることで知られます。これを超えると大洲市街、
あまりゆっくりしていると問題ですが、大洲城をしっかりと見るぐらいの時間的余裕はあります。この旅でまだ一度も利用したことのなかったタクシー、そしてもう一度利用する機会はおそらくないと思います。ああ、勇気の乗車だ。これに乗ることによって一体何日分の食費が失われるでしょうか。まあせいぜい最近食費結構かかってるから、まあ3日分ぐらいなんですけどね、実際のところ。今度広島あたりでゆっくり滞在して貯金をする日を作りたいと思います。はい、5000円ぐらいかかりましたですね。まあ後でタクシーの領収書見せてあげます。そうじゃないとね、タクシーってなんかこう私が言った金額となんか実際の金額が違ったりとかして、お前嘘ついてんだろうとか思われそうですから、後でレシートをご覧に入れますけども、ここにですね、青島行きの船が止まっておりまして、13時30分から切符を売るそうですが、まあね、多分そんなお客さんもたくさんいない、まあ大丈夫だろうということなんですけども、風が強くなってまして大変気持ちいいですね。いや、船の時間もね、14時30分出航、間に合いましたよ。よかったです。さてこちら、時刻表や運賃表などが書いてありますのでご覧に入れようと思います。この長浜港から出るのは2つあります。午前8時発、それから、午後2時30分発とありまして、もうこれで行くと15時5分に向こうの青島に着いて、16時15分発の向こうの折り返しに便まで1時間10分いられるわけです。往復で1360円ということになっております。なお特定のお知らせがある場合には、この下のところにこのような案内が出ることになっております。この大洲市長浜で楽しい夏の思い出をたくさん作りました。これね、松山でもうやけになって金を湯水のごとくジャーッとこう使ってストレス発散するみたいなのも楽しいと思うんですけども、そのお金を使ってしまいましたので何もすることがないんですね。もう駅の周りでぐるぐる走り回って大汗かくぐらいしかやることはないんですが、そんなことしてもしょうがありませんし、また明日一応来られるということになっておりますというか、一応来ようと思えば来られますんで、明日の朝もう一回大洲市の方に電話かけて、船は出るでしょうか聞いてみようかと思います。明日もう一度この島に再チャレンジするにあたり、今日までは四国全線乗り放題なんですが、明日は乗り放題ではないので、なるべくこの伊予長浜に近いところに、宿を取る必要があります。この長浜にも4000円で泊まれるところがあります。下手に交通費使うぐらいだったらここに泊まるというのもありかなという気もしますが、まあ、しかしちょっと町に行っておいた方が、まあ何かとですね、ストレス発散にもいいというわけで、まあ大塚松山かどちらかに戻ろうと思います。地図を見ていただければ分かりますように、伊予長浜から大津の方が長浜から松山よりも距離は短く、運賃は半分ほどです。だからそしたら今日大津のネットカフェあるんですよ、ここに。でこれ泊まって、で明日の朝300いくら払ってこの松山、失礼、伊予長浜に来た方が、まあ安いといえば安いのですが、まあ、しかし400円、さっきまま宇和海号から乗り継いだらこの時間になったという、この14時52分発で松山に帰ることにします。なんかね、長浜駅に千円札をしてるんですよね。これ私の千じゃないですよ、これもともと歩き出したらねあったんですよ。ああ、1000円、この近くに交番あるんで、その交番に届けて、まあほぼ 100% 私のものになるから、今日の予算に1000円組み込みとかなんかいろいろねせこいことも考えたんですが、まあこれは放置しておきます。落とした方が気づくかどうか分かりませんけど、まあここに置いておくのが一番ね当たり障りないだろうな。さてこれは島で本当は食べるつもりだったんですが、四国名物のアンパンマン、アンパンマン組です。2チャンネルでねすごいアンパンマン組がうまい、アンパンマン組がうまい、うまいうまいうまいって言うんで私も買ってきましたが、このタイプのアンパンマン組が一番美味しいらしい。なんかいろいろ種類があるそうです。なんかね本当に美味しいらしいんですよね。オブラートがついてる、このオブラートがまた美味しいっていうことなんですが、ちぎれるな。美味しい美味しい美味しいですけど、そんな言うほど美味しいかな。まあぶどう味が本当に一番美味しいという話も聞いたんで、また試してみたいですけどね。なんでも船の上陸条件は軍艦島と同じ、波の高さが1メートルを超えると、というか1メートル以上だともう接岸ができず欠航が決まるようです。だから相当青島というところへの、アクセスもそうだし、その人たちのライフラインも脆弱だということですよね。この駅は下灘という駅です。いい写真が撮れるということでね、海に非常に近い駅として多くの観光客を集めています。実際すごい、この駅までお客さんはほとんどいませんでしたが、私ともう一人しかいなかったんですが、かなり混み始めました。でもね、海が近いっていうけど、そんなに近いかっていうと、前はそこまで海だったんですが、埋め立てで道路が作られまして、
そんな海の近い駅ってわけでもないしね。 JR にはもっと海の近い駅がいっぱいあると思うんですけど、まあ、なぜかこの駅はね、まあ、駅の雰囲気もいいからかな、まあ、相当観光客を集めています。まあ、いい雰囲気で綺麗な景色の駅ということは間違いありません。ただ多分ポスターとかネットとかで話題になってるからですかね、若い人たちの来訪が目立ちます。特にインスタ映えなど好きそうな若い女性の来訪が目につくのが、こういったローカルの駅では意外なところです。みんな SNS や自撮りに忙しそうですよ、車内の雰囲気を見ていると。ともかくこの辺りの景色は確かに今の時間、まあ、午後から夕方にかけてが一番いいのかなと思います。この辺は夕日も見えますんでね、夕日が見える駅、それもまた含めて考えると海が近い駅の中でも数は少なくなってきますんで、美しい駅であるということは変わらない、これだけは繰り返しお伝えします。向こうは瀬戸内海、あちらは山口県広島県方面、あっちはもう愛媛県の、あの四国本島ですけどね。歩こうかと思ったけど、もう気力がなくてね、路面電車で来ました松山市駅。いやー、今日無駄にした午前があれば一体何ができただろうか。いいんですよ、今日行けなかったことはね、いいの、それは別にまた明日でもいいですからね。あー残念だ。あー懐かしい、この間この貧乏旅行に出発するちょっと前に泊まりましたね、ニューグランドホテル。あれは横浜の伝統のホテルでしたが、ここ松山では格安ビジネスホテルでして、4200円の、普通のホテルと、2800円のカプセルホテルがありますが、大学生など学生証を提示すれば2300円にて泊まることができます。この素晴らしい天気を無駄にするのはなんとももったいないですが、まあ明日以降もしばらく晴れているので、その点は気にしないことにします。このビルの9階か、ニューグランドビルディング。もうチェックインはできるのかなと思ってみたんですけど、チェックイン朝10時、チェックアウト翌朝10時って、何これ、すごいな。朝10時から24時間滞在できるの、それで2800円、学割は2300円、1時間の利用は500円で済むというのもあります。1時間500円って すごいね、これちょっとした昼寝なんかに使える、これ覚えておいた方がいい場所ですよ。松山にこんなのがあるとは知らなかったな。今日あといくら使えるかとかよく知らないんですけど、もういいやと思ってね、あのこれから鯛めしを食べに行こうと思います。まあ、1000円で食べられるところを見つけまして、そこより安いのはないのかな、まあ、探せばありそうですけどね、800円ぐらいだったら出せんじゃないかなって気がする。まあ、でもね、いいです。あのこれ愛媛県は鯛があの漁獲量全国1位というわけでして、みかんと並ぶ名産品。あ、そうだ、あのカプセルホテルのあれ紹介するの忘れてましたけどね、やっぱりね24時間滞在できるんですよ、すごい。そして、まあ、ちょっと不思議な形のカプセルでして、通常はね、あの縦長のカプセルにこう足からこう垂直に入っていくって感じなんですけども、なんか寝台車の2段ベッドがちょっとこうカプセル性を増したみたいな感じでしたね。結構ね、あの快適そうな構造でしたよ。でそれからあの上下2段でカプセルが配置されてて、なんかそのね2人1組みたいな感じでこうカーテンがあるんですよ。まあ、だからあの2人であの上下、まあ、もしくは偶数人数で利用すると、それぞれでこ うまくこう仕切ってですね、まあ、ある程度のプライベート感、着替えぐらいだったら更衣室に行かなくてもできるみたいな、そういう場所になりますんで、結構おすすめだったな。あれあの中洲川端のネットカフェもよかったけど、 あそこ学生だったら安いですからね、それもまた魅力。あ、これ全然関係ないんですけど、美味しそうだな、食べたいな。チキンカツカレー950円、アムールハンバーグ大好き900円、なんかこう地元の名物がね、あのタイ飯も私好きで、まあ実際それも目の前にしたら美味しいんですけども、ここでいいんじゃないかなって気もするんですが、まあただね、あの旅行の名産品とかじゃないものをあのお金かけて食べるというのもね、ちょっとこの旅の状況からして難しいので、この旅行終わったらこういうのいっぱい食べよう。この間福岡空港でとんかつ食べたんですよ、あの日は休みにしたからね。あ、それがなんかそういう自分のあれを食べたのはなんか最後だ。あ、食べたいな。本日は満月に近くなりまして、昨日はね桂浜には行きませんでしたけど、明日ぐらいが一番の月の見頃かな。ちなみに今日は昼間もまあ大変暑かったですけれども、夜は非常に涼しく、ただいまの気温は28度、体感温度ではもっと低いようにも思われます。もうそろそろ天気予報によれば夏の暑さも終わりと聞いています。もうそろそろというか、やっと終わってくれたかという感じ。本日は9月の12日です。松山中央郵便局の脇、郷土料理五色と書いてあるここですが、実はあの鯛めし1000円でググったらここが出てきたんで、それでここにしたんですけど、
ご飯がなくなるまでは出してくれるそうです。あのね、思いのほかいい店でね、いやびっくりした。まずお店の中の雰囲気もかなりしっかりしたところで、まあ、1000円で食べられるっていうから大衆店、食堂みたいなところなのかなと思ったら、いやそうじゃなくてね、割と本来の鯛めしの役割を理解してるというか、まあ、ご飯の上に鯛を乗っけて、適当に味をビャッとつけて食べるみたいな、まあ、そういう簡易的なファーストフードであるということを、そのまま再現したような食べ方をさせてもらいました。ちょっとねご飯が少なかったかなっていうような気がしましたけど、でも美味しかったら本当に良かった。あのこの間の鯛めしもね美味しかったですけど、あこういう感じかと、あの文化を一つ味わったような気もしたものです。他にも魅力的なメニューがたくさんあって、値段も全般的に安かったので、今後また今回のような予算の制限がある旅行ではなく、通常の自由気ままな旅行の時にはここまた予約して伺うということをしたいですね。郷土料理五色さん、いや、いいところだった。